今、働き方が見直されています。肉体的、精神的負担による健康障害、健康起因による事故。企業はいかに働く人の健康を守っていくか。 NTT PC コミュニケーションズは、働く人の健康や安全を見守る新たなサービスの開発に取り組んでいます。こちらがコールセンターになります。こちら、ミモリガジュマルを使って作業していただいております。 NTT PC コミュニケーションズでは、社内にあるコールセンターで新たなサービスの実証実験を行っています。スタッフがつけているリストバンド、バイタルセンサーを内蔵しており、働く人の脈拍をリアルタイムで計測しています。ミヤモリガジュマルというサービス自体は、現場の、特に作業員がいらっしゃる現場での健康と安全を見守るというサービスです。リストバンドで計測した脈拍から、作業員の疲労度や緊張状態を検知しています。体調悪化の兆しが見られる場合、管理者側に警告が通知されます。また位置情報も管理しているため、離れた現場で働く人の状態も把握することができます。実際にコールセンターの課題というと、やはり離職率の高さと、やはり精神的なといいますか負担が大きい職場ということもあって、非常に離職率が高いと。でその中で、精神的なものが何か体に変調をきたすんではないかというお客様のなんとなくの思いもあって、ガジュマルを導入していただくことによって、体の変化というのを、何か見つけられないかということで実験をさせていただいているところでございます。近年、過重労働による肉体的精神的負担は大きな社会問題となっています。 NTT PC コミュニケーションズでは、働く人の健康を見守ることに着目、約2年にわたり開発・検証を行っています。その結果、脈拍の情報と医学的な知見を掛け合わせることで、働く人の異常を検知することが可能となりました。開発の監修に携わっている高山先生、やっぱり血圧とか脈拍っていうのは常にこう変動してますので、それをガジュマルで、連続して測定して記録できる。その中で、例えば今まで見逃されていた、ストレスの蓄積とか、体調の変化、でそれが発生した時期とか背景、それがこう把握できるなっていうのが、この方が日々どういうような変動をしているのかっていうのが分かれば、非常に有用な情報になると思ってます。現在、見守りガジュマルを利用している清水さん、入電数とか案件が穏やかな日はそこまで高くなかったみたいなんですよ。ちょっとストレスかかる案件が多かった日はやっぱ平均して高かったみたいなんで、納得ですね。そこを見て上司も若干心配してくれてるみたいで、他の人に比べて心拍数高いっていう、ちょっとそれは安心かもしれないですね。働く人の健康と安全を見守るこのサービス、さまざまなシステムと連携可能な API 機能も持っているため、企業が持つ独自のシステムと組み合わせることもできます。すでに多くの現場で導入が始まっています。実際に現場の担当者が現場の管理者さんとコミュニケーションを取るきっかけになってくれていると、働いている方が長く働いていただけるというのを、メインのバリューとさせていただけるようにできるかなと思っています。働く本人の働き方改革にまずつながるんじゃないかなと考えています。